公益財団法人全日本弓道連盟は日本国内における弓道競技の大部分を統括する国内競技連盟内閣府所管の公益財団法人である全国の地方連盟を加盟団体としている全日本弓道連盟は日本武道協議会日本スポーツ協会日本オリンピック委員会国際弓道連盟に加盟している略称は全弓連 または、日ゆ連。れ九1968年まで、国際アーチェリー連盟に加入していたが、経費の問題から1968年末、フィタへの加盟権を全日本アーチェリー連盟に譲渡した。全ゆみれは、その設立目的として、旧道を普及振興して、国民体力の向上とスポーツ精神の寛容にしし、もって、社会文化の進展に寄与することを掲げている。 事業としては、下記の6項目を挙げている。弓道の普及振興に関する一般方策の、樹立全国的及び国際的とい会の開催消耗の査定及び、単位の審査調査、研究及び、講習会等の開催機関士及び、資料の刊行その他、全条の目的を達成するために必要な事業、機関紙として、月間の弓道の発行を行っている。 加盟団体は、各都道府県の54団体である。平成20年1月末現在の会員数は135,593名であり、このうち称号従者数は、半九92名、教師1,807名、連六4,695名である、球道競技人口参照。なお、全弓連は事実上国内球道競技を、 統括しているが、全弓連に関係せずに活動する流派、弓道家も少なくはない。また大学生の弓道協議組織である、全日本学生弓道連盟は、全弓連とは、独立した組織である。全日本弓道連盟所代会長、宇野陽三郎。ありがとうございます。